横山真一は、日本の実業家。住友生命保険社長、会長、生命保険協会会長を歴任。スペイン文民功労勲章受賞。静岡県静岡市の冷化製造炉修業者の家に、6人兄弟の長男として生まれ、家業を手伝いながら、学校へ通った。静岡市立天馬町小学校、静岡市立木内中学校を経て、 1961年、静岡県立静岡高等学校卒業。1年間の浪人生活を経て、1966年、一橋大学経済学部卒業。高校時代に、全の本に感銘を受け、1年間の浪人生活を経て、1966年、一橋大学経済学部卒業。大学では、全サークル、入団に所属。 同サークルの長井高彦、須田国幸、高橋博士、に沢義はよととしたし、1966年住友生命保険入社、1989年松山市社長、1992年取締役財務企画部長、1993年取締役金融関連事業部長、1995年常務取締役、 1998年専務、取締役、2000年副社長。長年不良再建処理の担当部長を務めた。2001年住友生命、保険代表執行役員、代表取締役社長就任。同年副社長から会長に昇格した吉野康夫と共に、同社経営にあたり、外資系生命保険会社に対抗し、営業職員の評価基準を変え、 中高年向け保険や医療、介護分野の保険の営業を拡大させるなどした。2007年代表取締役会長。2002年1月生命保険協会副会長。2002年7月、金子良太郎の公認として生命保険協会会長に就任。2005年、金子良太郎が会長内定を辞退したのを受け、生命保険協会会長に就任。 2003年から日本電気監査役、2008年から塩野義製薬監査役。2010年から2012年まで国立大学法人一橋大学経営協議会学外委員も務める。2010年から住友科学監査役。2014年4月、朝日、重光明を受賞、住友生命取締役顧問、連合監査役。 2017年5月、スペイン文明功労勲章エンコミエンダデヌメロ、小受賞。2018年住友生命保険特別名誉顧問。1997年10月28日、日経金融新聞2001年5月8日、日本経済新聞2004年9月23日、日本経済新聞2002年4月20日、日本経済新聞2002年4月20日、日本経済新聞 日本経済新聞2005年7月6日、日本経済新聞人事、住友生命保険日本経済新聞2014年5月26日14時15分、名誉顧問、横山新一スペイン王国より、スペイン文民功労勲章を受賞住友生命保険第154期有価、証券報告書、塩野義製薬。ありがとうございます。